こんにちは、本舗のナナです。今日はレースクイーンのコスプレに着替えたいと思います。コスプレに着替える前に、今日着てる下着を脱いで紹介したいと思います。ではスタート。今日のパンツはこちらです。真っ赤なお花のパンツです。後ろはこんな感じでフルバックのタイプになってます。可愛いですね。じゃあ上も脱いで紹介したいと思います。上も脱げました。すごいお花の花びらの形になってるぐらいになってます。結構なんか盛れる気がします。これも大きい感じの作りになってると思います。じゃあレースクイーンのコスプレに着替えていきたいと思います。一応下がこんな感じのスカートでスピードって書いてます。じゃあこれ履いていきたいと思います。じゃあ今度上の部分を着たいと思います。だいぶ短いですね。ちょっと下は乳が見えちゃうんですけど恥ずかしい。上はまあ閉めてもいいし開けてもいいし、どっちが好きですかね皆さんは。ちょっと開けとこうかな。こんな感じで着替えました。どうでしょうか。レースクイーンですね。いかがだったでしょうか。良かったと思ったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。ありがとうございました。